はい、どうも、こんばんは。沖縄おばばでございます。はい、えー、これがね、えー、今日の動画の最後の配信になります。はい、えーっとですね、まあ、今ね、ブラジルで大変な被害が起きてます。はい、えー、これ2つ記事があるんで貼っときます。はい、えー、まあ、洪水ですね。 で、この、まあ、洪水の影響かどうかはあ、まあ、まあ、いろんな他にもね、要素があります。影響。はい、円安とかね。いろんな影響があるんですけど、値上がりが今後大変になるようなあものが2つございます。1つは言わずと知れたコーヒーでございます。はい。1つは言わずと知れたコーヒー。もう1つは、 鶏肉でございます。はい。えー、でもね、うちには、あの、鶏肉ね、えー、国産の使ってるから、あんまり関係ないって言われる方、えー、あの、鶏団子とか、いわゆる加工品ありますよね。鶏肉の加工品。あれ、ほぼほぼブラジル産なんですよ。<laughs> はい。鶏肉の加工品です。あれはほぼほぼブラジル産でございます。 はい、えー、ま、まあ、ナゲットとかありますよね。そう、いろいろ加工品がね。鶏団子とかね。なんで、えー、まあ、今すぐには値段は上がらないけど、多分2、3ヶ月後にね。はい、また2、3ヶ月後ですよ。はい、えー、じわじわと上がってくるんじゃないかっていうことが、ここに書かれておりました。はい。 えー、一応ね、この二つの記事貼っておきますので、皆さん見に行ってください。えー、鶏肉ですね。ここにね、ジーローファンですね。ジーローファン。はい。えー、鶏肉飯。はい。ジーローファンでございます。これね、台湾の、まあ、ルーローファンとね、人気を二分するね、屋台のご飯なんですけど、えー、まあね、美味しいんですよね。ちなみに、台湾は世界一、えー 世界一卵の消費量が多いようです。一人当たりの。はい。えー、一人当たり一年に300個の卵を食べるそうです。はい。えー、まあ、鶏肉はわかりませんけどね。はい。まあ、そういう統計がございます。 ええー、まあ、なんというか、はい、ええー、まあ、鳥の数より、鳥の数の方が、あ人間の数より多いのが、あまあ、台湾ということで、はい、えー、まあ、豆知識でございます。はい。まあ、そんなこんなでございますね。はい、まあ、鶏肉も、おね、これから、あまあ、ブラジルさんがね、品薄になるんで、 えー、上がりますよっていうことです。はい。えー、加工品ですね、主にね。まあでも、実際の鶏肉も、多分加工品がね、ブラジル産のちょっとね、えー、高くなっちゃってるからに、国産の使おうっていうことで、品薄になる可能性も出てきてるんでね。はい。まあ、これから値上がりするものだって思ってた方がよろしいかもしれません。鶏肉とね、あとコーヒーですね。 はい。えー、それからですね。これ非常に重要なお話なんですけど、えー、まあ、宇宙のね、スペースウェイザーですね。えー、ちょっと前まで、えー、G3 の、G3 のね、はい、えー、太陽フレアが起こるっていうふうに言われてました。で、これね、えー、あの、X 級のね、えー、上から3番目のフレアでございます。 で、上から3番目です。これ、あの、昨日ね、えー、ここみちゃんなんかが配信してましたけど、えー、変わりました。はい、変わりまして、えー、なんて言うのかな、あのー、フレアのね、レベルが1段階アップしました。はい。これ、週末に来る予定の、はい。週末に来る予定の太陽フレアです。はい。 えー、G3 から G4 にアップです。はい。グレードがアップいたしました。上から2番目でございます。X9 のね、X40 ということになりますね。とってつもない X9 のフレアが週末やってくる可能性がありますよということで、えー、まあ、通信障害が起きたりとか、 まあ、これよりもね、だいぶ低いね、X 級の最初ぐらいのフレアで、えまあ、あの、スターリンクですね、あの衛星が20個ダメになったっていう、そういうことが、まあ、数ヶ月前に起こってるんですよ。今回もね、衛星通信ダメになるんじゃないかなと思いますよ。かなりの数の衛星がダメになるかもしれません。えまあ、起こってみなければわかんないんですけどね。 で、えー、日本でも、まあね、もしかしたら停電とかね、いろいろ起きてくるかもしれませんよということです。えー、この辺もわかりませんけどね。はい、えー。多分通信障害ぐらいはあると思います。はい。えー、そんな感じですね。あとでもね、もっとちょっとね、気になっていることが、こういった太陽フレアって磁気嵐なんで、地磁気にね、影響を与えるんですよ。 なんで、えー、まあ、地面がぐらぐらーってしたりとかね、小山田さんがドーンってしたりとかあるかもしれませんね。もうすでに起こってます。はい。えー、諏訪之瀬島で、また、あね、ありました。あの、バーンがね、諏訪之瀬島です。九州になるのかな、諏訪之瀬島はね。はい。まだ島なんでね、あんまり影響ないんですけど、 え、ね、島じゃないところで起きたら、まあ結構大変ですよね。はい。えー、諏訪の瀬島で、また、ああ、ポーンがありました。あもう本当にね、あのー、太陽フレアですね、太陽フレアですね。えー、あのー、本当ね、今年、あのー、太陽火器なんですよ。太陽は太陽で、火は あ化けるという字で、木は木引きの木です。はい。えー、太が、ああ、良くないものに、良くないものに化けているっていうことですね。えー、まあ、液でそういうふうな年回りだということになってるんで、まあ、今年は災害多いでしょうね。はい。まあ、そういうことでございます。 まあね、ええー、まあ太陽フレアはね、もうどうしようもないでね、人間の力ではね。はい、太陽のことなんで、人がね、どうこうしようっていうこと、まあ、まあ基本的にできないんですよね。なんで、ここら辺はもう運命と諦めてね、ええー、まあ、堂々としているしかないかなと思ってます。はい。まあね、準備するって言っても限りがありますしね。はい。 まあ準備は備蓄だけにしましょうね。はい。<laughs> 備蓄です。あと、まあ、ポータブル電源とかね。えー、まあ、なんていうのかな。停電になった時にね、備えるぐらいでしょうね。はい。まあ、そういうわけで。 今日も一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。それからね、ごめんなさいで、ね、鼻すすっちゃってね、なんか今日本当と鼻の調子悪いんですよね。太陽フレアの影響でしょうかね。はい。まあそういうことで、えー、皆さんね、今日も一日ありがとうございました。心から感謝感謝でございます。そしてね、また明日も元気なお顔でね、ごめんなさいね、噛みまくりですね。えー、皆さんとお会いできることをね、 えー、心より楽しみにしております。頑張って備蓄しましょうね。備蓄が1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番でございます。はい。9番も10番も備蓄でございますね。はい。頑張りましょう。それではまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。ジーローファン美味しそうですね。